よし、調べましたよ。調べました。とどやまさんギフトありがとうございます。なる兄さんもギフトありがとうございます。はまかりさんもギフトありがとうございます。わんためんさんもギフトありがとうございます。どうもどうも。タブレットで真剣に調べようかと。ドラゴンさんもギフトありがとうございます。伊達ちゃんさんもギフトありがとうございます。マキコさんもギフトありがとうございます。タブレットを使って調べようと。つれづれさんもギフトありがとうございます。あー身長測定みんな忘れてた。見るの忘れてた。髪型かわいい。やった。好評そうなのでタイプ大会はいけそうですね。かわいかったやろ。アンジュさんいいな。見たいけど。もうちょっとあと。まさきさんもギフトありがとうございます。アンジュさんがピーでしたよ。信じなくて可愛いんでしょうね。宝野さんギフトありがとうございます。調べたいと思います。タイピング練習とともに。リッキーさんギフトありがとうございます。スゾさんもギフトありがとうございます。ほんまに髪の毛伸びた。高秀さんギフトありがとうございます。でもな美容室行きたいねん。ちょっと待ってちょっと待って見えない見えない。ゴーシーさんギフトありがとうございます。全なしチャコさんチャイコさんギフトありがとうございます。サガタンがクマさん部屋で身長持ってた。かわいい。かわいいからいいよ。うん。こんにちは。どうも。私は寝てましたさっきまで。いやもう寝た方がいいかなと思って。調べるだけ調べて調べ終わって寝た。佐藤くんさんギフトありがとうございます。寿司だでタイピング練習しよう。じゃあまずそうする。頭を起こすか。ちょっと充電しながら。刺さった。なあ最近めっちゃ卒業の人多い。恭平さんギフトありがとうございます。めっちゃ多いで。遅いね私。佐藤くんさんギフトありがとうございます。熱は微熱でした。昨日はほんまになしやって。で今日はこれでした。 7点くらい。7度南部とか。すしだすしだ。いけるかな。練習にしよう。練習のいっちゃんお手軽。
めっちゃ静かになるな。落とし穴やって。おお。おおって感じ。キーボーキーさんギフトありがとうございます。タバスコさんもギフトありがとうございます。タイピングタイピングやって、タイピング、タイピング、よし、どうしようなよし、もう一回やります。変わらんかった変わらんかった。ひろたさんギフトありがとうございます。もう一回もう一回、一緒やった。あかんわ。ひでじろうさんギフトありがとうございます。あつ、よし、そろそろ終わろうかな。起きた起きた。レビさんギフトありがとうございます。レビやな。よし、よし、ということで調べたいと思います。試験の可愛いポコさん出てきた。可愛い。懐かしい。懐かしすぎる。
何の動画やろ。あ、髪の毛切ったよって動画やった。おもろい。鉄板さんギフトありがとうございます。何月？2022年11月やって、あのお話し会のやつです。懐かしいね。ライジングさんギフトありがとうございます。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。懐かしい。あ、これあやぴょんのやつじゃん。あ、違う、ペンギン。あやぴょんがテレビ出たやつかと思って見たら全然違かった。懐かしい。ゆきのちゃんも私も研究生の方の衣装着てる。かわいい、かわいい、若いな。あー、若っ。若い、どうしよう、進まれへん。若いのとこで止まってしまってる。若いで見たい、見たくなってしまってる。続きが完遂やって、わ、プリン作ってる。わー、美味しかった。このプリン美味しかったな。タグちゃんさんギフトありがとうございます。美味しかったこれ。懐かしい。どうしよう、懐かしい。ああ、よし、戻ってきた。ああ、懐かしすぎる。川崎の先生さんギフトありがとうございます。ゴーシーさんもゆめゆめさんもギフトありがとうございます。レビさんギフトありがとうございます。いや、ポコさんがかわいい。まだこれは投稿してない写真、かわいすぎる。みんなに先に見しちゃおう、ポコちゃんの顔だけ。反射するから本棚の方だけ見せるようにしよう。かわいい。高橋さえさんギフトありがとうございます。あれかわいいでしょ。桜田さんギフトありがとうございます。いやさ、昨日さ、後ろの席の友達がさ、あの急に社会の時にさ、桜田ファミリアって言い出してさ、あのはやぴょん、はやぴょんと急に出てきた。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。ワキさんもギフトありがとうございます。ほぼうちの犬と同じです。ちげえよ、かわいいよ、うちの子の方がよ。あ、かわいい、ふふ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 、かわいいね、かわいいね、ポコタン、あにゃー、かわいい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 。あー、もう、もきもきしてる。あにゃにゃにゃ、あー、かわいい、ぷわぷわやな、
かわいい。 G メンさんギフトありがとうございます。かわいい、かわいすぎるポコタンと気になった資格をまとめました。かわいい、やろうちの唐揚げ、あーかわいい触ろうとするとかむやけど、やって。鉄板さんギフトありがとうございます。川崎の先生さんもギフトありがとうございます。レビさんも ギフトありがとうございませんあの犬がギフトに見ましたやるぽこちゃん違う階で一人で寂しくいる。ひろたさんギフトありがとうございます。かわいい、もうなんかいっぱい言うな。手作り石鹸、ウェブデザイナー、フラワーアレジメント、ニードルフェルト、キャンドル、あれで行動心理学、お菓子作り、カフェオーナー、料理、レターライティング、ポップ広告、実用ボールペン検定。深夜とマークノエルさんギフトありがとうございます。なべちゃんさんもギフトありがとうございます。みんめんさんもギフトありがとうございます。あ、うちのワンちゃんはもうすり寄ってきてペロペロですよ。ずっとペロ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 離れないです。お腹上向けてもうぺったんこ、踏みつぶされてもぺったんこ。カフェオーナーの資格いらんけど、なくてもできるけど、あった、そういう資格が。うん、もうさ、フラワーアレジメントとか持ってたらさ、持ってますっていうのをさ言ったらさ、なんか来そうじゃない。で普通にいいなと思ったのは、勉強もしたいなと思ったのは、実用ボールペン検定、字をきれいにするやつ。心理学系はでも気になった。これ気になってるから入れてるだけで、全く調べてないから、それを今から調べようっていう時間。つら、かわいすぎてさんギフトありがとうございます。黒島ちゃんを押すのに資格はいりますか。そうっすね、じゃあモバメとルームスだけ取っていただけると、あの検定1級にはさせていただけるんですけれども、あ、違う、2級ですね。それの時点で2級になりまして、お話し会オンラインなど、お越しくださると、まあ、1級になりますね。はい、それを毎回続けていただくことで、まあ、準1級まで行くことができます。石鹸アーティスト、石鹸もいいなとか思った。うん、何級までだね。準1級までです。準1級まで、あ、準1級って下がるん。じゃあ、え、一番上って何準1級がしてないや。ルームス入ると飛び級ですか。いえ、ルームス、もまめが3級、もまめが3級、違う4級、もまめが4級、ルームスが3級で、3級で、お話し会来て2級、継続で1級。黄昏さんギフトありがとうございます。果実さんギフトありがとうございます。って感じです。黄昏さんギフトありがとうございます。鼻をかみます。
そうブーメイトが忘れてた。あのモバメまでは9が49は何もなくてですね、39からがあれでございます。ルームスでコメントしていただけますと9上がりましたでおめでとうございますねと送らせていただきまして、で2級からはですねお話し会にお越しいただきまして、わーっていろいろお話しします。そして1級は、そうですねもうお友達になれます。お友達になれます。壁当てさんギフトありがとうございます。お友達認定できます。ショールーム見てるだけだと5級、うん、あの枠外枠外です。4級からなんで枠外。高秀さんギフトありがとうございます。お話し会よりルームその方が高いから、いやお話し会はあれやから、何継続やから、いっぱい取ってくれるとかもあるから。高秀さんギフトありがとうございます。わーってお話、黄昏さんギフトありがとうございます。りっちゃんさんもギフトありがとうございます。1時間半から4時半に終わるね。セッキーアーティストの試験ってナイスだろ。しげさんギフトありがとうございます。劇場で指差ししてもらうと、それはそうですね、準2級ですね。準2級、いや黒島以外の人も指差しする可能性があるから、まあそれをどこまでやってるかによりますね。ルームス取ってるとか言ったら準3級とかで、もうゆる、あ、じゃあ準2級か、準2級で、もう雨やったら準3級で、お話し会とか申し込んでくれてたら準1級で、そうって感じですね。川崎の先生ギフトありがとうございます。3つけ忘れた指さされる、あれはペンライトを極力見える位置にするのと、あとはもう1ですね、運にかかってる。あれは目指せ1級です。なんとか検定、そう調べ中。一級取得には運も必要と、うん、準一級じゃ、あの指差しは級じゃないね、準何級になるから、まあオプションみたいな感じ。桜が読めたら5級
呼吸です。ペンギンは何級なん？ペンギンはもっと4級かな。ペンギンはもっと4級だけど、ルームス多分ルームシアも前多分抜けてると思うから、抜けてると願うから枠外であってほしい。もっと4級。ウィングさんギフトありがとうございます。トト君さんもギフトありがとうございます。もうさすがに抜けてると願う。高級はないで、あ、まあ、ルームスとかやめますってなったら降りる。いつの間にか先身長伸びましたね。そうです。わあ、コール聞こえるくらいしたら、準1級に飛び級ですね。タッキーさんギフトありがとうございます。レビーさんギフトありがとうございます。佐藤くんさんもギフトありがとうございます。状況によるんですけど、まあ、何も取ってない状況でやったら、まあ、順2とかですねになります。でも何かしら取ってくれてたら順1級になります。あー、コール聞こえるくらいしてて、その後め他のメンバーもコールしてたら、まあ、なしですね。それは全部なくなります。ルームスに入ってるけどコメントしなければ。あー、昇級はしますね。全然します。コメントはなくても全然昇級します。トミーダスさんギフトありがとうございます。遠方の人は通信教育での級の取得もありますね。まあ、ロムスとかはもう入るだけの、ね、もまめとかもうその場でお申し込みいただけるということで。そうですね。川崎の先生さんギフトありがとうございます。他の子もやってたら、まあ、一押しであればなくなりはしないけど、ただの DD で声がすごいよく通るだけなら普通になしです。映画検定やって、何それ。コールは公演を盛り上げるために他のメンバー、それはしょうがないから、そういう場合はしょうがないから、それは配慮があるので順位級ですね。配慮があるので他のメンバーのこと可愛いって言ったら高級しますね。全然高級します。でもグーンって枠外。ただの DD になってしまいますと、もう枠外になるのでお気をつけください。パンフレット無料配布とかあんねんけど、歌われが 2,3 人の時にさくちゃん、ああそうですね、そういうことですね。あとキャッチフレーズの時とかくらいですね。まあ、一押しで、一番の押しでコールしてくれてたらもうそれはいいですよ、昇格ですが。そうそういうことですよ。他の子が例えばリサちゃん押しとかミヒナちゃん押しとかやったらちょっと、さちゃんや田中さんやあみちゃんや松桜田のモアメ取ってたらダメですね。全然ダメです。それはただの DD。
でも8期が多いな。8期多いからどうやろな。ギリ4級でとどまるって感じ。いやでもモアベやったんやろ。純5級純5級8期以外もいっぱいおったら枠外。ダメですね。身長いつの間にか伸びてましたね伸びてましたね。 DD でも8期はセーフだと聞きました。セーフというかまあまあまあギリ枠外には入らないでしょレベルですね。まあそうですね。複雑。そうほぼ無資格になるほぼ無資格。ああ他の球ちゃんは他の昨日あれはもう取ってたらモアメは取ってたらダメです。ダメですね。合格枠外8期だけならまだギリ枠内やけど他取ってたらもう枠外準5球まで下がる。一気に下がるからな。一気に合格よいしょあ他の木やアンジュさんか。アンジュさんは例外アンジュさんは例外。あ、じゃあ人数によるわ。多いおめっちゃ多いなって思ったらダメ。横開脚できたらそうっすね。今日そうですね、その人によりますね。ルームス撮ってるなのかモアメ撮ってるなのか何もないなのか。オンリーになる予定です。やったー。もうそれは確定であれじゃないですか。9撮れるじゃないですか。ルームスやから3か。若菜さんやジオさんや。あ、ダメですね。 あなたは人数が多いのでダメです。誰とかではなく人数が多いのでダメです。まあ石鹸作るの楽しそうやな。15人推しがいの場所自分から県外に行ってた。そうだよ。いろんな人のランキングで見かけるもん。球技公園は入らないから。ああそうですね。キャンドル作りたい。あ、わかる。でも資格取るのにもお金いるからさ、そういうのにもよるねんな。救急を応援するとそう永久追放になります。戻ってこれません。船さんギフトありがとうございます。推しをやめましたって言って戻ってきたらいいです。押した状態で帰ってきたらアウトです。永久追放いろんな人のランキングで見かける。ほんまにみひなちゃんとかもめっちゃ呼んでるイメージやし、りさちゃんとかも聞いたことあると思うな。めっちゃいっぱいおるで。ほんまにあーやぴょんとかのとこでもおった。キュキダメだよ。キュキアウトやで。永久追放永久追放。そもそもね、推しというものは一人でいいんですよ。黒島は一人だから、あの8期は仲間として、推しは一人やから。私仲間じゃないんかってなるけど一人やから。10期もあかん。ヤスさんギフトありがとうございます。
綺麗な。でもな、無資格でも作れるっちゃ作れるから、うん、どうなるなって感じ。アンジュさんのところだけなのでセーフ。そう、一人やったら他の先輩でもセーフ。黒島推しはもちろん、まあ9入りますね。アンジュさんの将来も役所会でさきちゃんをプッシュしたら。プッシュとかあんの？プッシュとかある？DDI アピアはどう思ってる？まあそういう性格なんじゃないですか。いいでしょ別に。のぶろうさん、のぶろうさんギフトありがとうございます。DD ってバレるもんなの？そうですね、全然違う方見てってしてるとさ、でしてるとさ、あっち振ってんなってなるから。あとペンライトをすぐ変えてってしてたら、おーってなりますね。多すぎやろやば。のぼろうさんギフトありがとうございます。かまくりさんもギフトありがとうございます。まあ私には関係ないですけどね、そんな DD なんて。そんな関係ないですよ、押す分には自由やし、でもいいですよ。職業病やねん。言い訳しないでください、ただの DD です。敏感だからほんまにすぐバレんで、すぐわかる、ほんまにすぐわかる、ほんまにすぐわかる。アイコンとかにしてるやろみんな、だからすぐわかんない、ほんまに。あーこの人変えたと言って、あ、この人があったなーってすぐ分かるから、あかんで。ウェブデザイナー、うん、試験いるんかな。ウェブデザイナーマキシさんギフトありがとうございます。こんにちは。 DD じゃないです、ただみんなが好きなだけです。あやぴょんと同じような理屈やな。ウェブデザイナー上田和樹さんギフトありがとうございます。ジャックさんもギフトありがとうございます。川崎の先生さんもギフトありがとうございます。アポカリプスさんもギフトありがとうございます。あー、そもそもリプはもうできてない。あ、それはそういうことですね。まあそれじゃなくても分かりますけどね、現に言われてる。そうそうそう、そう黒島はアンジュさん単押しやからやば、アンジュさん単押し。バレて困ることはしてません。そうそうですよ、そういうことです、そういうことです。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。風間ゆうげさんもギフトありがとうございます。レッツゴーアンジュって書いてる、面白。あ、アンジュさん楽しい、同じよね、同じか、同じか、そこのお揃いか、そっか、お揃いだね、お揃いだね。ウェブデザイナー、学校の先生の単押しは誰？私のってこと？私の学校のってこと？おらんおらん。打つのめんどくさくなってきた。
喉が。ウェブデザイナーな、資格のいるのかいらないのかにもよるねんな。お前もうすぐお話し会やな。でウェブデザイナーって何なん？糖分不足？急に？喉？喉を風邪や。私は見送りで10本おうちを持ってて毎日帰ってたら DD おじさんと言われた。ほんまにそらそうやで、絶対そらそう。ハッチさんギフトありがとうございます。ちょっとな、遠い。コメントもタブレットも遠い。両方近づける。よっこいしょー。はい。アニメーションとか画像とか配置とか考える人。つまり？デザインはこない人。つまり？つまり？握手会は一部の人だけ、一人だけって書いてます。おお、さすがっすね。やっぱりこういう人っすよ。人っすよ。ショールームの画面もウェブデザイナーさんの仕事。ああ、そうなんや。ホームページをデザインする人。おお、ホームページ私作ろうと思っててん。え、ありやな。難しいけど、ありありあり。まあ、作れて損はないですよね。いらんのかな。デザイン系得意やけど、文字や画像の配置にちょっとしたプログラミングか。まあ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 、勉強勉強。なべちゃんさんギフトありがとうございます。でもなくてもいけるってこと？独学でもいけるのね。なべちゃんさんギフトありがとうございます。インスタグラムじゃダメなのか。何が？画力？画力ないって。ないよ。黒島は気に入ってない。可
川崎の先生さんギフトありがとうございますあれみたいなもんですよ、めっちゃよく言うで、そんなん違うやろ、そんなんと一緒にすんなやって言うと思うけど、あのあれですから、あのモナリザ描いた時もですね、あの私じゃないで描いた時もですね、あれですよ、納得がいかなくてずっとお亡くなりになるまでずっと持ち歩いて描いてたんですよ。そんな感じです。私も気に入ってません、自分の作品には気に入らないもんなんじゃないですか。資格取得に試験とかあるみたい。川崎の先生さんギフトありがとうございます。絵が得意やったらいいと思う。作詞会とかの募集も絵でどうするってこと、デザイン系なら限定とか、どういうこと、どういうこと。はじめまして、ブス間違えて同じ部員7人取ってしまったけど黙れるか心配。おもろい。 DD やからそうなるんですよ、DD やからそうなるんですよ。フラワーアレジメントインドネシアから来ました。どうも。漫画描いて応募したら漫画好きじゃない。鉄宮さんギフトありがとうございます。管理士とかはあの興味あるやつしか入れてないんです、このやつに。感覚わからない、何もあるか。 DD だから悪いんですよ、一人ならそんなことにはならない。カメラで写真撮ったら、自分の興味があることに近い資格とか、そう、それを調べていってんねんけど感じじゃない、いるんかいらんかみたいな。一部で3人くらいと思って申し込みました。そうですか、 DD アピールをそんなにしなくてもいいです。ありがとうございました。よし調べる。フラワーレジメントの通販、でもこれもさ資格いるんかな。ファッション系の資格、ファッションはそんなになんですよね。設計資格は特になく、特にないらしいです。独学でいけますね。ニードルフェルトもこれもないやろ絶対。キャンドルもないやろ。行動心理学取るならこういうのがいい、ちゃんとしたやつ。まず本を買ってみよう。川崎の先生さんギフトありがとうございます。最近トリマーの資格、そうなんや、興味があったんでしょうね。ゴーくんさんギフトありがとうございます。触ってもなくてもいい資格は、そうだよ、あの書けるから、なんかするときにそういうのも含めてやりたいのは持ってきてる。心理カウンセラーは好きじゃないねんな私は。まあ私がやってもらった時に全然合わんかったから、逆になんかそれが負担になって、あんまり逆効果やったから、あんまりいいイメージがないからカウンセラーはなりたくないかも。
ボールペンのやつ、あれはまた後で調べます。なんか字が上手くなるやつです。字が上手くなるっていうか、綺麗な人しか取られへんみたいな。雪乃は私のものです。急に辰本弥生って書いてるけど、雪乃は私のものですか。そうですか。そう、ずっと減り続けているくんやろかね。なんでそういうこと言うんですか。取ろうとしてるじゃないですか。もういいやん、字綺麗な、損せえへんやろ。はがきとか渡されてめっちゃめちゃ汚い字で書いてたらびっくりするやんやろ。から損はないの。でもこれは本でいいかな。本だけでいいわ。お菓子作り、もうこれこそいらんやろ。いらんやろ。一回一応見るか。やろ、字が綺麗な人。あ、たつもとやゆいには触れないでください。CS 実験見た時めちゃめちゃ腕組んでたのに。そうなんや。お金になる資格にしよう。汚いな。そんな汚いな。お菓子作り。でも持ってたらなんかつながりそうではあるけどな。持ってますって言ったらワイネンさんとかかけてくれそうな気もするけど。お菓子作り、可愛かったです。あ、ひき肉です。おもろい。ひき肉ですわ。見つけてもうたからさ、もう目が合ってしまったからさ、もうやるしかないと思ってやりました。動物とか好きやからさ、動物に触れるのもいいねんけど、トリマーとかはちょっと怖い。自称でいけるから。ああ。まあでもあるって言って資格ちゃんと見せるだけでアピールになるから。ひよこ鑑定士は実務が1年。ひよこ鑑定士とかあんの。とっても30分ぐらいや。日本語教師の資格もこれから国家試験になるか。そうっすね。まあ無資格で販売できんのかな。でもいけそうやけどな。何系がいい？うん、何もないねん。何もないからとりあえずいろいろ集めてきた。トトエモンさんギフトありがとうございます。そんであれですよ、とりあえず何でもいいからやってみたんですよね。よいしょ、壺販売。無資格の食べ物販
資格はいりませんやって。飲食店いらんのや。魔女さんが食いつく食いつくような、食いついてくるような資格が、そこにつなげるな。もうあれなんで、私の資格なんで私が決めます。よし、カフェオーナー、カフェオーナーの資格とかも絶対いらんやろな。絶対いらんやろ。料理も一緒やろ。レターライティングが気になる。こんにちは。ライティング。元 NMB48 無資格で丸々とか欲しいとか、欲しいに出たらいいです。欲しが分かれ。野原しのすけのすけさん、ギフトありがとうございます。ビジネスメールの書き方、モバメリー書くつか。モバメリーなんであれなんだよ。モバメリービジネスメールはおもろいで。佐藤くんさん、ギフトありがとうございます。おもろいで絶対。あと30分や。ちょっと無理しそう。無料トライアル。本もあるんや。一回本読んでみようかな。一回本読んでから考えようかな。行動心理学を取り入れたコピーライティングスキル。文章力鍛えたら、そうなんよ。答えたらやって、鍛えたらいいかなと思ってやってるんです。いらない資格はあれなんで、持ってても書けないんで。逆にそのね、就職とかなったらね、するか知らんけど、なった時にあれなんですよ、書かない方が良かった時もあるんですよ。だからそうなんです。愛玄動物管理、何それ、そんなんあるんや。もうすぐ仕掛けた。
宅ではないんちゃう？チャックで遊んでないで。ここ。資格ではないでんな。経験ではあるけど。似てるな。アさんギフトありがとうございます。これが、とりあえず本があるから本を買ってみようかな。友達が司法試験を8年くらい受験します。しぞうさん、すぞさん、ギフトありがとうございます。こうさん、こうさん、ギフトありがとうございます。違うとこ入っちゃった。川崎の先生さん、ギフトありがとうございます。アナウンサーは向いてないと思います。プログラミングも向いてないと思います。どっちも苦手なんで。読書アドバイザーとかあんの？うーん、面白そうなんです。さっきからスクショしてる。資格いるんかな。自営業系は職業として成立しません。え、じゃあうちお父さん仕事してないってこと？え、仕事してないってこと？職業ないってこと？うちのお父さんやばいやん。まさしさん、ギフトありがとうございます。三色団子さん、ギフトありがとうございます。能力を認めてもらうために資格が必要だったけど。あー、確かにね。それもそう思うねん。だからいるのだけになんねんな。仕事自営業ですので仕事はないということになりましたね。ぶっちゃけ職業ではないということなので、うちは職業なしです。おもろい。ある程度の規模の、自営業なら成立します。なるほどね。じゃあうちはうちは職業ありということか。職業体験、お花屋さんになった。でもこれは自分の意見もちょっとは多少は反映されてんねんけど、基本は違う感じ。まあそれ人数あんなに多かったら。でも私はお花屋さんいいなと思ったよ。し、くまさんが考慮してやってくれてる。よかったですかって言って聞いてくれて。占いの勉強、それも思った、それも思った。
1企業飲食店やった。いっちゃんなんか使えるかなと思って、やろう頭に浮かぼってみんなに言われた。めっちゃ友達にさ、何やったって聞かれて、お花屋さんって言ったら、めっちゃいいと思う、すごいなんか売ってそうやなって言って言われたから、まあクマさん的なイメージでもお花屋さんだったんでしょうね。なんかそんな感じがする。お花屋さんになってそうとか思われてそうやもん。思われてそう、おもろい。パティシエとかは早い、あー大変やね確かに。いやでもそんなちゃんとなろうとしてないから、資格を持つってだけ。花屋さん、友達とさ、めっちゃ仲いい友達おんねんけど、その子と一緒やってさ、わーいって言って、あーてそう、アンジュさんなんて見ない、やだやだ。ツインカオタンさんギフトありがとうございます。嬉しいけどちょっと恥ずかしいからもう触りたくないです。週間並ぶ人でも一生続けるので、うん、あーかわいいな。仕事、資格はいるのか。あーくしゃみでそうやった。やりたいなりの資格が必要ないですが、ただし日本語や情報の収集に加えコミュニケーションスキルやね。うーん、なるほどね。ライターになるためにはどうすればいいですか。ライターになることは本業として、本業にはしないですね。求められるスキルは早い、素早いキーボード操作。あかんあかんわあかんわ。マッサージ師、やだ、やややややや、いやいや、めっちゃ嫌や、いや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 、めっちゃ嫌や、めっちゃ嫌や、めっちゃ嫌や、やだ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 。これで何今真面目っぽい話してんの。あのなんかいろいろやりたいことがあるんですよ。それにね、資格が必要かどうかを調べてるんです。何やったかな、なんかな、あそう、お花屋さんを第何希望か覚えてないけど、234のどれかやろうけど、なんかやった時に好きな仕事、好きなことを仕事にしたらどうなるのかが気になったからって言って、なんか好きなことを仕事にしたら良くないっていう人もおるやん。それ野球が好きで野球選手になったら、野球毎日やらされてたらさ、それは好きじゃなくなるやん。まあそれはもちろんとして、その状況下で好きなことを仕事にしたらどうなるのかっていうのを検証したかったから、それを書いたんや。それを読んだから言ったんよ。そうだからあれやねん、君のコメントを読んだんだよ、読んで言ったんだよ。だ、読んでないわけじゃないから。素早いボード操作と情報的に、あそう、ほんまに人によるからどっちなんやろなっていう。だから私はやってみることにしました。そんな2日で思える、分かるとは思わんけど、クマさんとかは好きなこと仕事にして転職やって言って言ってるからとか、ほんまに嫌やってなるのもあるやろうし、ものによるから。私はお花やったから、でそれにもつなげれるかなとも私は思ってるから、そうやってみた。いろいろ言ってんけど、まあ何でもよかったんですよ。まあまあ何でもよかったん、やらせてくれるだけでありがたいって感じだったんけど、だって内学年もいっぱいあったし、1年前からめっちゃ考えてくれてたから。あさんギフトありがとうございます。
だからもう何でもいいかなと思ってたけど、そう、花屋さんにしてくれました。ポップ広告、ポップ広告かけたらいいなって思う。なんかさ、いろんなとこで役立ちそう。私の仕事は特に。お花屋さんになりたいわけじゃないよ。あのお花屋さんになりたいわけじゃないよ。一生アイドルでいてやって。希望は早いうちに捨てた方がいいよとだけ言っておく。私はそうやってみてからしか分からんから。花ドンキホーテで使ってくれると思う。なんかいろいろ買い切るからさ、やったらまたさ、あの前のまだ配ってないかな、まだ配ってないかもやから言わんとくけど、なんかいろいろ書かしてもらってるから、そう、その機会に使えたら。品種改良はな、本屋のポップは影響されてるんですか。え、全然ポップに影響される。字体、字ってこと、字の内容にってこと。字の、うん、分からん。コメント読みながらちょっと調べんのしんどいから終わろう。普通に自分で調べるわ後で。イラストレーターとか、あんまり好きじゃないねんな自分の映画、うん、映画さ好きな人やったらいいねんけど。ショートショートとか見て、ベリーショ髪の毛ってこと、俳句とか和歌、向いてないと思うな。アイドルはクラブ程度でしないと職業として続けるのはしんどいでしょ。でもクラブ程度で続けてたら全然怒られるよ。これクラブじゃないんだよって言われると思うで多分。日記で松野さん返したの上手やった。やったー、あれあれ1分クオリティなんやけど。おもろ。昔書いたアンジュさんとかで15分とかかけてると思う。星新一のショートショート短文、あー小説、超短編小説、うーん小説な。まあな、クラブ程度でできるもんじゃないですよ。こんにちは。何がいいやろ。うわ、天使に黒いやつとかあんの。うそんなんあるんや。待って、出したい。え、ないねんけど。ちょっと待って、気になる。そんなんあんの。え、ない。うわ、バージョンが違うんかな、気になる。随筆、随筆、おもろ、おもろすぎやろ。作家になるならいっぱい恋愛しないとね。じゃあ黒島には確定で無理ですね。職業柄的に確実に無理ですね。やっぱり恋愛しないとねって書いてしたら批判するでしょう。確実に批判するでしょう。しないけど。ヒョンさんギフトありがとうございます。確実に無理でしょうね、それは。何がいいんやろな。なんか絵はあんまり好きじゃないねんけど、なんか絵がいろいろ使っていってるから、
エッセイはそんな好きじゃないねんな。もうめっちゃその人の考えになるから、何でもチャレンジ。あと12分。あと12分。ガネーシャほんまに来てほしいわ。どっかの神社におらんのかな、聖天様。聖天様らしい。おらんかな。福島の絵も文章も顔も性格もファッションもダンスもメンヘラも好き。おお、すっごい全部を受け止めてくれる人がおった。すごいすごい全部を受け止めてくれる人がおった。ありがたいね。ガネーシャっていう外国の方やったのかも。あ、確かにおりそうやな。神々しそうやな。中学生は中学校が一番大変やと思うから、ペンギンさんやクマさんすごいと思う。ほんまに調べたらいっちゃんブラックやな。ガネーシャインド、インドやけど日本にもつながって伝わってきてるから、平安時代くらいに。から天聖天様とかなんか言われてるから、どっかにおらんのかなと思って。初見です、どうも。え、天王寺近いやん。あ、動物園。ジャックさんギフトありがとうございます。そういうこと、ガネーシャやで。20分ですね。あと5分でランキング見ます。ああ、早川さん知ってそう。聞いてみようかな。ガネーシャって神様知ってますか。知っててどうなんねんって感じやけどな。だから自分も言ったけど、クラブ活動ほぼほぼまあボランティアやな。神社、ああいいです、ありがとうございます。自分で調べてきます。ガネーシャのいるところ、インドかもしれんからね。どう、何がいいんやろな。インド料理で対決。しかもインド料理っていうな、何でもいいんじゃなくて、現実と向き合ってて。よく興味ない。ああ、近くに鼻長い人思ったら確定やな。たまに間違えて耳出てるかもしれんから、お酒飲んで。ああ、そうそう、聖天様かな。聖天ケビンさんギフトありがとうございます。あれやから雲の上から座談組んで、あれやから、お釈迦様と見てるかもしれんから、今現在進行形で見てるかもしれんから。ガネーシャなんで関西弁なん。関西に来たからじゃない。座禅を組んでるから。そう、食費食いよな。川崎の先生さんギフトありがとうございます。ケビンさんもギフトありがとうございます。あと2分で読む。掃除も大変そう、確かに。
どうしようかな。なんか今のやつにつなげれるやつがいいねんけど、今の仕事からそのままみたいな。え、全然ガネーシャ来てくれるんやったら来てほしいで、めっちゃめっちゃ来てほしい。さくちゃんは怒ると関西弁になるのはなんでない？え、関西人やから。逆になんで関西弁はダメなんですか？ダメとは言ってないって言うさ。HKD さんギフトありがとうございます。関西弁はダメですか？しおりさんギフトありがとうございます。自己分析、まあこれに関してはあれですからね、まあ、自分の意見なんで、まあそんなこれが完全にいいっていうのはないんで、自己分析がいい人もおるし、客観的な意見を聞く方もいいし、それは人によるんじゃないですか。私は両方したい派です。客観的な意見を全く聞いていないわけでもないですし、自己分析を全くしないわけでもないです。私は中間の人、強制はしなくていいんじゃない。両方がいい。わーいいなー、アメリカ行ってくれって。すごい、行ったことない。あ、行ったことあるわ。ハワイだけ、ハワイがアメリカの意識がなくなってしまう。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。こんにちは。神話あるのか黒島は。あ、5分や。よし読む。よくしょ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 。明日昼夜。おお、入れそう。やった。黒島は声が出ないかもしれない。マネージャーさんに先言っとくことにする。出なかったも怒らないでくださいって。もうカスカスやっても怒らないでくださいって言っとくわ。13位マイクトラウトさんありがとうございます。12位がアさんありがとうございます。11位がコーナーさんありがとうございます。10位が高秀さんありがとうございます。9位がとてもんさんありがとうございます。8位がかまかりさんありがとうございます。7位がたそがれさんありがとうございます。6位が川崎の先生さんありがとうございます。5位がやすさんありがとうございます。4位がケビンさんありがとうございます。3位がしげさんありがとうございます。2位がさとくんさんありがとうございます。1位がだてちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。すごい、天使マークが日に日に増えていってる。すごい。上田和樹さんギフトありがとうございます。ほんまに治ってたらいいけどな。治ってないよね。治っててほしいんだけどね。デラシネさんギフトありがとうございます。もう出なくても風邪なんで、風邪なんで怒らないでくださいって言うとこ。睡眠今日めっちゃ寝たよ。9時間寝て昼寝で、2、3時間寝た。めっちゃ寝るよ。逆に寝すぎなくらい寝てる。でも寝てなかったからちょうどいいんじゃない。回復、体温測ろう。9時間起きひんの。全然起きた、全然起きたけど、途中で起きて、でも今日は寝るんやってて、もう一回寝た。バイト休憩とかぶせたから配信で見えた。おお。あ、そう、途中で起きてまうねん。なんかな、アラームと同じくらいの時間に起きてしまう、いつもと。おお、戻ってきてるかなと思ったけど 0.1 くらい戻ってきてます。あと2分ですね。コウさんギフトありがとうございます。ブロスさんギフトありがとうございます。 ありがとうございます。明日来てくれるんやって。多分な、私なコロナの時にな、一回な、ナンバートル出てるんよ。気づいてなくて、病院行く時間なかった、病院行ってなかった。終わってから行ったら
コロナやったことがあったから多分コロナで公園出てるし、40度ある普通の風邪でテスト受けてるから多分大丈夫。あと日々履いてて追い踊ってるし痛みには強いはずということで、ただの微熱の風邪でパフォーマンスできないことはないでしょう。田中家さんギフトありがとうございますということで、明日は大丈夫です声だけ大丈夫であれば大丈夫です。やばくない？すごいよな。40度でテスト受けてピョンピョンしてたからな、もう止められたもん先生に、あもうやめときって言って、すごいよなおもろい。田中家さんギフトありがとうございます。すごいやろ鉄人止められた大丈夫って言って、顔色は悪かったやろな、でも元気やったから自分的にはそうおもろい。40度でってね、受けた、全然受けた。帰ったらちょっと上がってた温度おもろい。空飛んだら上がるわな。熱出ると逆に電気もう喋ってない。熱出ると逆に電気熱出ると逆に元気